Peggy 12. 彼女はもう我々の旅の仲間であり、友です。お互いを知るのってやっぱ大事だよね。人々が、みんながいるから。もし戦わなきゃいけなくなった時に、自分が弓を射ることができるか、わからなくなりそう。ようこそ。これが暗黒界です。必ず帰ってきましょう。大切な友人を守るためなら僕も神様だって手にかける。あの大罪の体はきっと素晴らしい実験の材料になる。いや、お前は危険だ。お前といると誰しも何かしら変化が起こる。俺に本当にその力があれば。さあ、大仕事だ。みんな準備はいいか？キーボー、先に言っとくけど、これは高くつくぞ。君ほどの人なら僕の助けは不要かな、なんてね。ロニア・アラベル、ただいま任務より戻りました。私は先輩の背中をずっと追いかけていたいから。セカンド、セット、ゴー。これからももっともっとキリトの役に立つからね。私が力になれることがあれば何でも遠慮なく言っていいからね。俺にとってはここで過ごした日々は現実だ。キリトさん、どうして逃げたんですか？どいつもこいつも殺せ殺せってな。こんなのってない。リアルワールドはなぜこんな悲劇をもたらすのか。リアルワールドの人間は卑劣だね。キリトさんたちは私たちを裏切ったんです。絶対に許さない。ドロシア、何か隠しているのか。なんてことだ。あの人を愛さなければよかった。暗黒界にも人界にも居場所がない、まがいものなんだから。ドロシー、君が慕うその人物は。キリト、武器を構えて、彼女たちを救うには、君と